お花紙でちょっと小ぶりなふわふわのハボタンをたくさん作りましょう。一番外側、緑色のお花紙を六つ折りにする型紙を作ります。お花紙より一回り大きい A4 の用紙を用意します。お花紙と A4 の用紙を半分に折ります。 A4 の用紙の上にお花紙をぴったり重ねて周りを切り取ります。用紙を二つ折りにしたまま、最初に折った折り目と直角に六つ折りの屏風折りにしていきます。これで6等分のジグザグ屏風折りができました。2分の1六つ折りというのは、半分に折ったお花紙を6等分の屏風折りにするための型紙という意味です。これを開いて、半分に折ったお花紙を中心から1センチほどずらした位置に置きます。このまま挟んで型紙の山折り谷折りの通りに寄せてきて、しっかりと折り目をつけます。型紙からはみ出たお花紙を押さえて、型紙をすっと引き抜きます。しっかり折り目をつければ屏風折りの出来上がりです。これを2つに折って、真ん中を三角に、端を丸く切り落とします。丸く切ったところに細かい切り込みを入れ、押しつぶすようにして葉っぱの先の縮れ感を出します。シュレッダーバサミを使う方法もあります。真ん中にまっすぐ、両サイドに斜めに切り込みを入れます。シュレッダーバサミだと切り込みがねじれて葉っぱのギザギザ感も出ます。型紙とシュレッダーバサミがあれば、とても効率よく葉っぱを作っていくことができます。次は開いて真ん中をホッチキスで留めていきます。それから2枚重なっているお花紙をそーっと広げていきます。お花紙をこの向きに屏風折りにすると破れやすいので、根元まで開かず半分ぐらいでやめておきましょう。手の甲に保湿性のあるハンドクリームをつけておき、指先につけながら作業すると簡単にお花紙をめくることができます。これで一番外側の葉っぱがたくさんできました。次は真ん中に来るちょっと小さめのパーツを12折り型紙を使って作りましょう。型紙にする紙はお花紙2枚分よりちょっと大きい A3 の用紙を使います。 A3 の用紙を半分に折ったら、お花紙は折らずにそのまま重ね、周りを切り取ります。用紙を2つ折りにしたまま、最初に折った折り目とは直角になるように12等分の屏風折りにしていきます。真ん中のパーツは小さいので、この型紙の半分だけを使います。お花紙を半分に折ったら、型紙の下側半分のところに当てます。型紙で挟んで山折り谷折りを寄せて、ぎゅっと折り目をつけたら、はみ出しているお花紙を押さえて型紙を引き抜きます。もう一度しっかり折り目をつけたら半分に切ります。1枚から小さいパーツが2つできます。半分に折って真ん中を三角に、端を丸く切り、真ん中に向かって細かく切り目を入れて押し付けるようにして、刃のギザギザ感を出すところまでは同じです。開いて真ん中をホッチキスで留めたら、2枚重ねになっているお花紙を分けていきます。緑のパーツと違い、根元までしっかりと分けるところがポイントです。また一番端はつながっているので、破って開いてください。この小さいパーツはクリーム色、藤色、桜、
白でたくさん作っておきます。この小さいパーツの端をシュレッダーバサミで切るときには、真ん中は切らずに両端に斜めに切り込みを入れましょう。クリーム色のパーツは緑と同じ数だけ。残りの色は3つ合わせて緑のパーツと同じ数だけ作ります。白いハボタンは緑のパーツの真ん中に水のりをつけ、クリーム色のパーツを貼り、もう一度のりをつけて、白いパーツは真ん中に穴が開かないように、ハサミの先など細いもので押さえます。ピンクのハボタンは同じ要領で緑、クリーム、桜の順に貼ります。紫のハボタンは緑、クリーム、藤の順で貼ります。あとはどんどん同じ要領で作っていけばいいだけです。たくさんできたら、台紙に貼るときには糊を使って、壁面に貼るときには、葉っぱと葉っぱの間を画鋲で留めて飾りましょう。いろいろな飾り方ができると思います。工夫して楽しんでみてください。